ことが命綱よ。奴らの補給路を叩き潰してやれ。敵が兵端線を狙うは必定。あれよ、我らで防備につく。自分には巨匠防衛の任務もある。ここで敗れるわけにはいかぬ。なんという盛況さよ。全く歯が立たなかった。我が軍の兵站線が確立。これで進軍時の不安はな。やりました。よし、これで体勢は盤石であろう。自分は一足先に。巨匠防衛の任に向かう。まあ、俺のおかげだな。見事な働きだな。敵の要所を叩くのだ。さあ、参ろうぞ。進軍せよ。惑わず、ひたすらにかけるのだ。おどけ。覚悟かねならば、その場で切り捨てる。お前を止めろと角度に言われたのだ。俺も先を急ぐ。あらよ、全力で行くぞ。しびれるぜ俺。最高だ。落とせば流れは我らに傾こう。みんな一息に攻め込むぞ。ここは引くしかないか。私がいれば援軍は望めぬというのに。あれよ、いいな。変装の用意はいいか。角殿の策に従い重心に向かうぞ。あ、俺のおかげだな。すごいな、さすがだ。決して何者にも抜かせはせぬぞ。
断線を立て。それで奴らの動きは封じられるはずよ。戦とは互いに磨き抜いた武で競り合うもの。平坦を立つなど無人の道にござらぬぞ。この後に兵と防衛の任務待っている。負けるわけにはいかないな。撃破されるとは。そうそう、打弱と見くびっていたか。おお、補給部隊との連携が取れた。これで高校の憂いなく攻められるぞ。よし、ここでの私の仕事は終わりだな。では兵頭の防衛に向かうとしよう。まあ俺のおかげだな。なるほどな、いいものを見せてもらった。新たな着想を得られそうだよ。かの要素を目標とする。いざ進軍せよ。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。あらよ、我が地を攻め、これを接収する。みんな進め。敵の要所をぶっ潰す。行くぞ。ああ、囲まれたか。呂布の軍勢に飲み込まれてしまう。劉備を助けねばならんと。この命ならば、俺は従うのでよ。えい、ー、っさ、負けただぞ。冗談じゃねえぜ。曹操軍などに遅れを取ろうと。関心への長らくで、我らは命拾いをした。もたつ出る暇はない。ここから前進し、可否城を落とすぞ。だな。何を召し上がります。またのお越しを。何を召し上がりますか。またのお越しを。戦の最中だが、いささか物資が心もとない。調達を頼みたいところだが、必要なものはここにしたためてある。これらを巨匠に運んでいただきたい。おお、ありがたい。巨匠はこれで鉄壁の要塞となった。
状況は悪くないけど物資が不安だな。調達をお任せできる方は。おっと、これは願ってもないお申し出。ではこれらをお持ちいただけますか。いやあ、これは助かりました。ありがとうございます。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。北条は緑殿のものだ。貴様らなどに預けてはおけぬ。ここには劉備殿のご家族が。命に代えてもお守りすれば。狙いを定まった。敵の足場を崩し戦意を損。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。敵の痛いところをついて撃つ。狙うはあの地だ。行くぞ。リテン殿の軽やかな身のこなし、いつ見ても参考になります。やめだやめ、こんなのやってられっかってんだ。まあ、影だな。おお、ご助勢感謝します。おかげで北条を奪われずに済みました。なぜなぜ行き来したがう不明の輩ども、阻むことなどできぬと知れと。何を偉そうに。狙いぞ俺。ここが正念場だ。撃いたぜ。もう戦う気力は残っていない。降参だ。縄につこう。これ以上あがいても無駄か。俺はそちらへ下る。後の判断は任せよう。参ったぜ。もう抗わねえ。あとは煮るなり焼くなり好きにしてくれ。皆入場せよ。水に飲まれぬよう注意して進むのだ。まあ、俺のおかげだな。よくやった。その働き覚えた。しびれるぜ俺。そのような策は看過できぬ。最高だろ。僕を阻もうとは困ったもんだね。あれよ、早く先へ進むのだ。あれよ、
我が全力の武をも退けるとは。お見事、私は貴公らに下ろう。あれ、なぜ門が開く。曹操軍が攻めてきただと。李天殿の軽やかな身のこなし、いつ見ても参考になります。大家殿、こちらの水門破壊完了しました。うん、素晴らしいね。これで私の役目は果たせた。さて、こちらはうまく曹操殿と合流するとしよう。まあ、俺のおかげだな。ああ、見事なものだね。見ているだけで楽しくなってくる。これは呂布を確実に仕留めるための一歩。こちらが何者で邪魔はさせません。敵の狙いはこの石と水。この者も守備を固めよう。どのこと真の三国武装です。ジェンユー様、こちらの水門破壊完了です。わかりました。以上でこちらの任務完了です。動じるな。慌てては敵の思うつぼだ。うわぁ、ミスター、水が城内に。攻めとはつまらん真似を。城壁から外の敵を射倒せ。ああ、水、水とは考えが及ばなんだ。急ぎ各部隊を再建せねばなりますまい。深く、これでは長領の子として立つ瀬がないわ。海上への移動を開始。前線の味方と合流し呂布を撃ちます。まあ、俺のおかげだな。李天殿の軽やかな身のこなし、いつ見ても参考になります。別で攻められては手も足も出ん。これは早々に下る方が賢明か。もはや呂布に義なく、呂布軍に言うなし。どうか。の後世を曹操帰還に加えてほしい。哀れだな呂布。そう力では
配下の心まではつかめなかったが、ともあれ我が陣営はさらに盤石となった。敗残の将たちよ、我がために門を開け。まあ俺のおかげだな。すごいな、さすがだ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。あそこにはご飯があるからな。よし、俺らたちがもらっちまうぞ。目標は決まっています。あとは突撃するのみです。あの地を抑えるぞ。進め。敵の要所をぶっ潰す。行くぞ。しびれるぜ俺。最高だろ。彼の血を攻め、これを接収する。みんな進め。そろそろ出発しようか。あの地を抑えてみるのも良さそうだ。敵の要所をぶっ潰す。行くぞ。曹操殿、こたびの救援感謝いたします。わしに。
帝を戦勝する演術を打つ。全軍進め。潰しちまうか。お前らついてこい。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。炎章殿に会い和解を取り付ければ。妖子、鬱陶しい劉備軍は任せたぞ。あれよ、劉備軍など増票の集まりよ。この妖皇の相手になる者などおるまい。負けやがって。これまでか。止めを果たすことができぬと。はい、まあ、補給部隊がなかなかつきませんね。何かあったのでしょうか。今俺がここを開けたら敵につけ込まれる。様子を見に行けりゃいいんだが。いいぜ、その調子だ。天霊、キレイ様が敗走しました。炎章軍との同盟は失敗です。もうどこからも助けは来ないってことか。それじゃ勝ち目なんかないだろう。その2は俺たちがもらった。こら、勝手に触っちゃダメ。それは私たちのものなんだから。いてて、格好の獲物を逃しちまうとは。これで準備万全だな。俺たちも攻め込むぜ。
地は我らのもの、断じて渡さぬ。あれよ、よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。敵の勢い、もはや止められぬ。私は逃げるぞ。敵前逃亡とは、将の風上にも置けぬ。せいやいぞ、俺。その腐った将令、叩き直してやる。剣業が落ちるとは、なぜこのような目に遭わねばならぬ。だな。あれよ、よくやった。素晴らしい働きだ。リュービ軍か、煩わしい連中だ。とっとと追い払ってしまえ。伝令、縁員様が敗走しました。剣業は孫策軍の手に落ちた模様です。敵はますます調子に乗ろうな。進行に備え、急ぎ守りを固めよう。足らなきゃ奪えばいいんだよ。ここにいっぱいあるじゃねえか。命あってのものだねだろうが、さっさと蓄えを出しやがれ。ずらかるぜ。食い物より命の方が大事だ。皆様のおかげで食料は全て無事でした。なんとお礼を申し上げたらよいか。帝であるチンを前にして無礼な奴らめ。誰かあやつらを撃ってもらえ。あれよ、敵を押し込むぞ。続け。影だな。おお、よくやってくれた。守りは我らが受け持とう。あれよ、決して何者にも抜かせはせぬぞ。とても持ちこたえられる。何か食えるものはないのか。こんな状態で戦うのに無理だ。
そなたの働き、雲中随一よ。やられた。このままでは兵器も止まってしまう。痺れるぜ俺。ブラボー。バカな、ありえぬ。このようなレザムを陣がさらすなど。ハリンの味方を表しながら哀れな姿やな。その程度の器では乱世など収められぬ。敵将撃ち取った。剣術は打った。では手は炎症は周囲の戦線を。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。
本当に助かりました。我が知略だけでは挽回できるか。これでようやく補給部隊の任に戻れます。部隊の強化に着手せねば。まあ俺のおかげだな。さすがは利天殿、目を見張る戦ぶり。曹操軍の弱卒、何するものぞ。炎将軍に巌流ありと新谷に刻むがいい。行きたくば鉄壁の守りを敷くのだ。かの要素を目標とする。いざ進軍せよ。利天殿こそ真の三国武装よ。かの要素を目標とする。いざ進軍せよ。一人で現れるか。面白い。相手になってやる。バカな、曹操軍が我らを圧倒するとは。悔しいが悪魔を放棄する。俺のおかげだな。おお、お前の戦並大抵ではないな。来よったか。これ以上は進ませんぞ。弓兵構え、何としても奴らを止めるのだ。悪魔が曹操軍により落とされたとのこと。あれよ、なんだと。巌流、敵に遅れを取ったか。ならばこの遠心、なおのこと死守せねば。あれよ、強いぞ俺。いい感じだろう。遠心は捨てねばならんか。我が無力が嘆かわしいわ。
だな。はい、二天殿の軽やかな身のこなし、いつ見ても参考になります。報告、炎症爆破の巨勇に投降の意あり。武装の地にて死者を待つとのこと。投降、戦局を変えるやもしれません。急いで嘘に向かわれるのがよろしいかと。でおお、我が元を信じて来てくれましたか。もはや体制は曹操殿にあり、私は投降します。手土産に炎将軍の旧称を教えましょう。ここ嘘には大規模な兵糧庫があるのです。兵糧は大軍を維持するための生命線、それが燃えれば必ずや大打撃となりましょう。敵の狙いはこの地と見た。者ども守備を固めよう。何、曹操軍が攻めてきたのと。なぜこの兵糧庫の存在を。曹操軍を兵糧庫に近づけてはなりません。弓兵部隊で停車してください。せやいぞ俺。いい感じだよ。打ち取った。立派立派。敵将撃ち取った。さすがは利天殿、目を見張る戦ぶり。しまった。嘘は持つまい。ああ、我ら炎将軍の兵糧が灰とかすか。兵糧が燃えた。これからどうなるんだ。飯抜きじゃいつまでも戦えねえぞ。なんと鮮やかな戦運び。この長州が降伏するしかないようです。私はすぐに関東へと向かいます。曹操軍の将として美しく咲き誇りましょう。あ、俺のおかげだな。
んた、炎章の手下じゃねえみてえだな。なら話ぐらいは聞いてやろう。ほう、炎章を倒すってか。面白い。ならそれだけの力があると見せてみろ。この近くに根性が試される場所がある。そこで力を示せれば手を貸してもいいぜ。よそ者が、てめえの根性見せてみやがれ。あらよ、なんだよ。やるじゃねえかよ。なら悪いが総出で行かせてもらうぜ。撃ち取った。なかなかやるじゃねえか。あんたの力と根性見せてもらった。俺ら国産の衆はあんた方についてやる。あの炎章と戦を構えると思うと血がたぎる。カントでは思う存分暴れさせてもらうぜ。村の救い主だよ。俺にうちの村の宝を持ってってくれ。まあ、俺のおかげだな。さすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。おお、こんなところで味方に会えるとは。炎章に捕らえられ必死で逃げてきたのです。今炎章は工場兵器の準備を進めています。あれが関東に送られれば脅威となりましょう。行に酒場を営む私の知己がいます。彼を訪ねれば何か教えてくれるはずです。私の友と会ったのか。確かに工場兵器の話は聞いてる。だが私は行商から聞いただけだ。話の真偽はその男に聞くのがいいだろう。
大きな声で話さないで。兵器の話は本当です。本当ですから。ただ詳しいことは私にも分かりません。きっと遠家の女官なら知っていますよ。工場兵器、ええ、本当ですよ。私は遠家の城に出入りしておりますので。あの兵器を何とかしたいのですか？では私が裏で細工をしてもいいですよ。ただその前にお願いがあります。いなくなった私の猫ちゃんを探してください。兵器部隊の馴染みのものに細工をお願いします。主権を陥れるなんて悪い女ですね。私がこんなことをしているのは秘密ですよ。されてしまうとは、炎症殿、申し訳ございませぬ。敵将、討ち取った。まあ、俺のおかげだな。殿殿こそ真の三国武将です。
俺たちのものってことでいいんじゃね。手薄なのはいけませんね。皆さん、私たちでここを守るのです。今こそ曹操との雌雄を決する時を。目指すは敵本陣の艦長。全軍進め。これより艦古城の攻略を開始する。工場兵器部隊よ、その異様を示すのだ。城壁に達する前に壊した方がいい。デニュー、工場兵器の一部が動きません。事前に細工が仕掛けられていた模様。なんと我が軍の兵器を壊すとは。これそうそう、卑劣な手を使いおって。あれよ、大軍を相手にしのぐなら兵站こそが要。補給物資を手配せよ。全軍補給部隊到着しました。関東城へ向かっております。そうそう、兵站を厚くして持久戦を企む。もうはさせぬ。みんな敵の補給部隊を叩け。しびれるぜ俺。最高だろ。ここから兵士を狙えばいいんだな。国産の荒くれどもちゃんとついてこいよ。あれよ、あれよ。なんと国産の者らが曹操についたか。はい、俺の真似をしおって。曹操、田中上がってではないか。動員を要請せよ。奴らを圧倒するのだ。よし、関東への道中敵の襲撃に警戒しろ。護衛を起こされなよ。中継拠点敵に制圧された模様。増援の要請は絶望的です。そうそうめ、いつの間に。ならば当初の兵力で奴を倒すまでよ。伝令、武装の兵糧庫が炎上している模様。このままでは兵糧が大幅に不足します。なんと、そうそう、なぜ武装を。ならぞ、あの地の兵糧庫の存在を漏らしたか。兵糧が尽きたらこんな大軍持たないよ。俺たち一気に危なくなってないか。しびれるぜ俺。最高だろ。おお、補給部隊が到着したぞ。みんな、機嫌を上げよう。これで我らは盤石だ。
これで下準備は整ったかな。さあそろそろ攻勢に転じようか。アニエの曹操が我が大軍に打ち勝つだと、認めん、断じて認めんぞ。この勝利で殿の家北での覇権はなった。みんな勝ち時だ、勝ち時をあげよう。曹操との道は広い、先を見届けられ。強いぞ俺、いい感じだろう。曹操様、バン。炎章を滅ぼしたとはいえまだ敵は多いですな。報告によると劉備軍を追撃せよ。奴についた軍師を探し出すのだ。敵はすでに策を用意している様子。これもその軍師の知恵であろう。注意せよ。空打ち破れたよな。劉備についた軍師は徐々と申す者、優秀ですが人が良すぎる嫌いがあります。その性格につけ込みましょう。付近に住む助手の母親を探してください。
曹様に従うよう息子を説得せよと。わかりました、やってみましょう。ですが息子にも真理は見えているはず。どう動くかはあの子が決めることです。深夜場外に散っていく馬の足跡。敵の軍師が逃げたと考えるべきだな。手分けして追うとしよう。さて、どの足跡を選ぶべきか。敵の軍師？いえ、見かけておりませんな。軍師らしき人物は見かけませんでした。こちらには来ていないと思いますが。敵の軍師ですか。そういえばあちらに急いで向かう人がいたような。一通り聞いて回ったが、さて、どの方角が本命かな。念のため他の方角にも人を放っておこう。さて、追跡を始めようか。務めは果たした。撤退だ。足止めの策か。ここにいないとなれば南下して捜索だ。敵将撃ち取った。何を召し上がります。またのお越しを。何を召し上がりますか。またのお越しを。
陸には長範橋を抜く必要がある。艦を何とかする策を考えなきゃな。進軍路が阻まれたか。劉備を慕う民らの仕業だろう。武器も持たぬ者を撃つわけにもいかぬ。方位を解くよ説得できぬものか。我らの願いを聞いてくれるのは劉備様だけ。俺らの頼みを聞いてくれるのか。それなら方位を解かなくもないが。ああどうすれば。そういえば、曹操様が手を差し伸べてくださったのか。俺たち少し誤解してたみてえだな。そうですか。任せてください。方位を全て解けた。これで敵軍が進軍。敵を。まあ、俺のおかげだな。さすがは利天殿、目を見張る戦ぶり。長範橋を守るは関羽殿か。ここで相対せるは行幸。な、行くぞ。兄者には指一本触れさせん。関雲長が義の刃にて退けてくれようぞ。さあ進軍だ。いざ鹿の地へ。What?
強いぞ俺。深くを取ったか兄者、どうかご無事で。敵将討ち取った。あ、俺のおかげだな。さすがは利天殿、目を見張る戦ぶり。うまくいったみたいだ。それで光領へ向けて進軍しようか。曹操軍がどれほどのもんだってんだ。俺様は蹴散らしてやる。さすが曹操軍、ここまで迫る。劉備殿、今は人は引いてください。異常気した。だが、無理をするな。今、俺の力が必要なのだ。劉備殿、ありがたいお言葉です。退路は俺が必ず守ってみせます。と言ったが、お主の小細工には手こずらされたわ。そんなことは今の俺に救いにはならない。さっさと終わりにしてくれ。あらよ敵将、討ち取った。検索などできません。俺に繁盛より敵の進発を確認。劉備を討ち、剣心を手に入れる。随分手こずらされたが、ここまでよ。
の要衝を落とすのだ。この犠牲感は抜かせん。龍玄徳が義弟、関羽長が相手となろう。関羽殿がお相手とは願ってもないこと。我が部を尽くし押し通らせていただく。遅れを取ったか。兄者、申し訳ござらぬ。まあ、俺のおかげだな。驚きました。想定以上の戦果です。あの村、様子が不自然です。劉備軍が潜伏している可能性が高い。ならば捕らえて情報を引き出すが上策。村へ入り、劉備軍の捜索を開始します。しかし、あの張飛様が家系とはな。じれて暴れ出さなきゃいいが。げっ、お前曹操軍か。くそ、なんで見つかっちまうんだ。ああ、なんだ。炎上。曹操軍に目をつけられてしまったか。ここはもう放棄しよう。成果は上々。いい情報手に入りました。伝令、敵は家計を企んでいる模様。張飛主導で実行部隊を配しているようです。家計員などを企てておったか。急に張飛を探し阻止せねばなるまいな。なんぞ。彼女はわしらの手で押さえる。友軍と合流し戦力を叩く。じゃあ私に続け。あれよ。ここは我らが踊るならねば。みんな敵を引きつけつつ撤退せよ。強いぞ俺。いい感じだろう。ここは騙されたふりして追いかける。あ、俺のおかげだな。その働き覚えておく。曹操軍が来やがった。まさか家計がバレちまったのか。
小生、こうなりゃ腕ずくでぶちのめしてやる。ほらよ、ほらよ、何すんだよ。強いぞ俺、いい感じだろ。引くぜ。それじゃ家計も何もあったもんじゃねえ。敵将討ち取った。まあ俺のおかげだな。見事な働きだな。おう、お前の戦並大抵ではないな。進め。我らの手で炎上を攻め落とすのだ。俺を抜こうってか。寝言は寝てから言え。弓兵、戦車構え、放て。冗談じゃねえ。こんな矢の雨しのげっかよ。敵の痛いところをついておった。狙うはあの地だ。行くぞ。あれよ、美しい戦ぶりですよ。力及ばずか。これでは劉備殿に合わせる顔がないわ。まあ俺のおかげだな。完璧つかまつ。これぞ武の神髄。ではこの諸葛孔明が相手となりましょう。行くぞ。諸葛亮殿に託された大任、必ずや果たさん。敵将討ち取った。真の三国無双よ。
ですよ。捕まった。これぞ部の神髄。託された任務を果たせぬとは。己の悲劇が。あれよ。まあ、俺のおかげだな。何を召し上がります。またのお越しを。阻ませはしない。いざ超支流参る。あれよ。報告、長飛様の家計部隊敗走とのこと。まさか長飛殿が敗れるとは。この戦
負けなしで死ぬ。報告、炎上の攻略は失敗。任に当たっていた咸陽様も敗走されました。おっと、咸陽殿か。ここは我らが一層攻撃するか。報告、繁盛が曹操軍に奪われました。防備に当たっていた孫権様も撤退した模様。何、繁盛が抜かれたのか。これは厳しい戦いになるな。すねすね、我らが軍の副将さ、思い知らせてやれ。この地の攻防は戦局を左右し、痺れるぜ俺。私たちで守るぞ。こうだろう。申し訳ありません。みんな、よくやった。この戦火、劉備にとって痛撃となったろうな。ち、に、劉備を、ここで劉備の命運を断つ。奴の息の根を止めるのだ。劉備の目的は孫権との合流。長江を。